さあやっていきますか。で、一応メインはね、真の方になりました。回全く最近いじってないです。なんでもしかしたらやばいかもしれません。とりあえず足払い。足払い強いから足払い振っとく。来た。あーこれ安いな。これダメだよな本当は。え、投げられんの？あ、投げ、あ、ラッキー。安いってー。セバーを使う。俺の回はセバー使うからね。ミスター A、 ダメ取れないっけそれ。ここどうしましょうか。あれあ、ラッキースタン清見だったのかな。でもどっちにしろそれも当たってたわ。ジャンプ以降に当たってましたからね。あーこれ開幕ぶっ込んだ選択肢やられたな。なんか漏れた。マイパン強えな。あーこのダウン取る方取っときゃよかったな。やったー、いてー。死ぬんじゃねこれ。覚醒技で回すか。あ、ラッキー。あーやっちゃったー。読まれやすいよね。やばいな、なんか全然動けてねえや。なんか手叩く多い気がする。あ、あーバレてんな。多分あれはガチャガチャしてますね。うわーそれでか。なるほど。うん、スレイヤ歓迎なんかもらった。いや、回は気楽だわ。暴れるんで、暴れつぶし多めでいきますか。開幕足払いやっとく。だから暴れつぶし。うわ投げもこすってんな多分。暴れない、暴れる、暴れてないか。やったー。どうしよう。前パン出ないか。今の間に合わないんかな多分。おお。なんかやばい、昇竜拳コマンドがすごい不安だな。出るか。最近なんか昇竜拳でないこと多いんですよね。手だうざいな。どうしよう。うわーバレるなー。こすれこすれ。あ、裏になった。うわそっか、 JD か。 JD は落としづらいっすよね。でも多分2敗だと落とせんじゃないかな。多分噛み合わなかった感じかな。もうなんかでいっぱいやるか。うん、暴れるなマジで。ここはもう暴れつぶしのセバーとかもやっていいかもしれないですね。
って言いつつもセバただぶっぱするだけの回。ダウン取れる方で。ごめん、あ5敗やばいでしょお前、それ投げ漏れかな多分。うん、散々中断でタクった後投げに行くっていうね。うん、どうしよう、あの暴れつぶしとがめたいんですけどね。なんかうまいとこで暴れつぶしじゃなくて暴れしてくんない。あ、痛え。マッパは直画して角換取りたいな。あ、引っかかった。開幕なー、やっぱディッパーしようかなー。なんかしてるんでね、毎回多分カウンターで当たってくれるんじゃないかな。すっごい博打だけどね。で、テーダもねどうにか。マジで投げ落ちてんな。多分投げこするからもうセバでいい。ああ。暴れつぶそうと思ったら多分投げ範囲外、投げ範囲内でしたね。いやーちょっと残念ですね。まあでも今日はこんな感じの動画になりました。では失礼します。